明日生はい、こんにちは。学習支援生バーグリーンのゴリッキー松本力也です。本日もよろしくお願いします。今回はですね、短期記憶ワーキングメモリー。を長期記憶で補う方法ということで、お話をしていきます。まず、この短期記憶。 っていう言葉とあと長期記憶って言葉日常会話では使わないですよねなのでまあこの2つの言葉自体があとワーキングメモリーこの辺が難しいですよねその辺もなんとなんとか今回のお話でイメージができればいいかなと思います皆さんにイメージを持っていただけたらいいなという思いで今日お話をしますねいろいろ課題ってありますよね勉強の課題課題によって短期記憶ワーキングメモリーに負担のかかる問題 っていうのがあるんですね。で、それに対して長期記憶に負担のかかる問題っていうのがあるんですね。例えばなんですけど、国語の文法問題ってあるじゃないですか。国語の文法問題は非常に短期記憶、ワーキングメモリーに負担のかかる課題なんですね。例えば国語の文法問題に向かう場合に短期記憶、ワーキングメモリーを長期記憶で補う方法について今日お話ししていきますね。まあここまで聞いてもちょっとわからないですよね。 ま、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。簡単に言うとですね、いわゆる記憶力に頼る方法っていうのが、あの、長期記憶なんですよ。今回お話しするのは、ちょっと、本当は良くないです。本当は良くないし、まあ、最悪の場合なんですよね、これはね。最悪の場合なんですけど、国語の文法で、例えば主語とか述語、あと目的語を見極めるような問題ってあると思うんですね。これはもうちゃんと読み取って、本当はやんなきゃいけないんです。ただ、どうしても難しい場合、 に例えば人の名前の後はは「和」とか「が」が来るとかね人の名前の後はは「和」「が」が来るでそれは主語だとっていうふうな理解の仕方あとは「もの」の後は「お」が来るっていう風に形式的に答えるこういった方法でも半分ぐらいは正解することもあると思うんですよね。だから この例は良くないですけどイメージ的にはこういったことが短期記憶を長期記憶で補う方法です文法問題をちゃんと答えようとするとちゃんと回答していこうとするとあの短期記憶ワーキングメモリーが必要なんですね文脈を理解して今何の話をしているかっていうのを覚えとかなきゃいけないその瞬間に平行処理課題なので 難しさがあるんですね国語の文法問題だから国語の文法問題極端に苦手っていう場合はちょっとワーキングメモリーに注目してみるといいかもしれないです。でそれに対して今お話ししたのが普通に答えるんじゃなくて暗記問題のような感じで形式的に答えて多少なりとも点数を取るっていう方法もあるっていう考え方です。本当は良くないですよ。つまり短期記憶に頼るっていうのは通常通り解くってことになりますねこの場合はね。 文法問題の場合は今回の例を分かりやすくお伝えするために極端で良くない例を挙げましたけどね今回のお話はワーキングメモリーが弱いお子さんにとってそれを長期記憶で補う方法を考えるアイデアをこう考える際のヒントになるんじゃないかなと思いますのでちょっとでも参考になればなと思ってちょっとお話ししました。 もう暗記してしてまううわけでですすからそれも長期記憶で補う方法ってことこになりますでまた別の機会に短期記憶ワーキングメモリーを長期記憶で補う有効な方法についてね、まあ、具体的にいろいろと事例を挙げながらお伝えしていって参考にしてもらえればと思います、まあ、今回はちょっと短いですけど短期記憶ワーキングメモリーを長期記憶で補う方法についてお話ししましたじゃあ本日も最後まで見ていただいてありがとうございましたエバーーグリリンのゴリッキー松本力也でした 最後までご視聴いただきありがとうございます動画をちょっとでもいいなって思ってくださったらぜひチャンネル登録をお願いしますこれからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました